皆さんおはようございます。昨日はね、 YouTube スペース東京で、ハロウィンパーティーがありましたんでね、そこに行ってきました。まあ、あいにくのね、雨でね、ちょっと行くの大変だったんですけどね、まあ電車で行きましたんで、まあでも楽しかったですよ。くまみきちゃんくまみきちゃんって言うとね、怒られちゃうね。向こうはトップ YouTuber でね、私は相変わらず底辺 YouTuber ですね。キモい、毛がない、金ない、加齢臭の稼げない、下流老人の底辺 YouTuber ですね。6K&T YouTuber ですね。向こうはトップ YouTuber ですけどね、まあ、一緒にね、まあ動画撮りました。こんな感じで、ただの黄色いおじさんです。はい、もうね、目がね、笑ってなかったですね。なんだよこの黄色い親父はっていう、そういう冷たい目で私のことをこう蔑むかのようにね、見てましたね。この目はね、ヒカキンの時以来ですね。ヒカキンの時は私普通の格好してましたけどね、まあ、あいつは嫌な、嫌な、いや、そういうこと言っちゃいけないね。まあでも、まあ、熊脇ちゃんね、やっぱりトップ YouTuber になるだけのオーラを放ってましてね、まあ、パーティーならではですね、こういうふうにお近づきになれるのも。で、文人さんとはね、もうかれこれ長い、まあ、付き合いってことはないか。相変わらずね、もうダジャレ飛ばしてましたけどね。なんか言ってよ。もうでも彼も結構ね、もうメジャーになってきましたよ。わりかしね。まあ、そりゃそうですよね。まあ、今度ねコラボしようねって言ったんで、また一緒に動画上げると思います。それとね、つむぎちゃん、あ、これ動画なんだ。そうだよ、やばい、YouTuber は動画撮んなきゃ。いいと思います。寂しくない、寂しくない、頑張りましょう。つむぎちゃん、岩田つむぎちゃんって言ってね、まあ、私はコメントでよくね、第二のさとみって言ってるんですけどね、まあ、さとみもね、この間赤ちゃんが生まれてね、おめでとうね、お母さんになりましたけどね。めぐりんの結婚式のパーティーでさとみんには会ったんですけどね、つむぎちゃんはね、まあその路線といったら怒られちゃう。でも彼女はね、歌がすごくうまいんですよ。歌の動画も上げてますんで、ね、またコメント欄にリンク貼っておきますんでね、ぜひ、彼女のチャンネルも見てあげてください。それからね、やっぱりね、この365キャンディーロープ、ストレッチマンだ、嬉しい。今回のハッシュタグ、いらない、いらないから。なんでいらないの。これはハヤトくん、これはハヤトさん、ハッシュタグわからない、嬉しい。ハヤトくん、こちらでございます。全然わかんないよお前。東京でございます。お前優勝狙ってるだろくんたち。結構コメントにやり取りはしてるんです。まあ、彼たちもね、私の動画にコメントくれたりして、まあ、すごい簡単な短いね、形ばかりのコメントですけどね、いつも。もっとちゃんとコメントしろよっていう、それは違うか。私もね、だからもう形ばかりのコメントをいつもしてますけどね。昨日はね、結構力入ってましたね。で、案の定優勝しましたよ。まあ、こんな感じ。ということで、2016年 YouTube スペースハロウィンパフォーマンスナイト仮想コンテストの優勝者は、キャンディーロープ。飼育員の格好なんてどうなんだと思うんですよ。やっちゃいます。おはようございます。また飼育員で勝ち上がりました。これでね、優勝賞金、商品って商品がね、このオズモモバイルですね。皆さん、DJ 知ってますか。知ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。もっと買ってください。私が今これ持ってるのが、まあ、今回景品で、ご用意いたしましたオズモモバイルというものになります。
こちらはですね、皆さんの携帯電話で、簡単にですね、スタミライザーかつアクティブトラックみたいなものですね、モーションタイムラプスっていうライブラプスをゆっくり移動しながら撮ったりですね、できるといろんな機能が、ついたものになりますので、ぜひご興味ある方は今回、もらえなかった人でもですね、ぜひ、触ってみる機会あったら触ってみてください。はい、ヤフーで売るなよ、はい、これを手にしましたね彼らはね、彼はね、あの YouTube っていうか、この年末まで2000万金を作るっていう、そういうね、まあ、稼ぐじゃなくて1000万作るっていう、そういう目標があるんですけどね、まあ、優勝の商品がね、DJI さん、あの DJI さんのね、提供によって、このオズモモバイルが、1個、もらえるということで、私はまあ持ってたんでね、別にまああのそんな欲しくないって言ったらあれですけど、別にまあ私は持ってるんで、まあ、でもね、私がエントリーしたのはね、ストリエっていうね、こういうキャラではね、仮にまあチャンピオンになったとしても、モザイク入りまくりのピーヨン入りまくりですかね。鼻からあの露出しようっていう、どっちかっていうとこう露出しちゃう、自分の方で露出しちゃう、そういうキャラなんでね、危ないキャラですからね、まああのまあでもまあなんかね、自分でモチベーション上げるために一応エントリーはしましたけどね、もう一発で予選落ちです。あの YouTube のスタッフの皆さん、見てたらごめんなさい。あの鼻からね、あのステージに上がるつもりはなかったんでね、ただまあなんかね、あの仮装していかなきゃいけないってんでね、まあおばあちゃんとかおじいちゃんが生きてればね、あの燃やして仮装にしていきましたけど、あそっちの仮装じゃないって、おじいちゃんが寝てたらね、じゃあ燃やそうかって、ね、今日仮装パーティーだから、ちょっとパーティー行かなあかんねん、ちょっと仮装せなあかんから燃やしていいって言ってね、おじいちゃん燃やしてね、行っちゃいけませんけどね、まあ、まあ昨日はそんなんでね、楽しく、飲んでいきました。楽しいパーティーでしたよ、またね、クリスマスパーティーがあると思うんでね、それには、参加したいと思います。まあ今日はね、そんな話でした、まあ、でもね、私もね YouTube 頑張んないとね、YouTube もねやっぱり世代交代してましてね、いろんな新しい人たちがすごいパワフルな人たちがいっぱいいるんでね、私もねそういう人たちからこうそういうパワーをもらってね、まあ老け込むことなく、6K&T YouTuber とまっしぐら、でもチャンネル登録者増えないしね、再生回数も回りませんけど頑張ります。 Please subscribe my channel. I make awesome videos っていう感じで頑張りたいと思います。それでは皆さん。